その緊張した構えはまだやる気か？あがいてもあがいても人間の努力には限界があるのさ。破門法の修行努力など無駄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 。本気が人間に追いつけるか？お前はこのディオにとってのジョジョ。違う。信念さえあれば人間に不可能はない。人間は成長するのだ。してみせる。できないね。貴様はゾンビになるからな。手が燃えている。手袋に気をつけた。これなら冷凍法を破れるかもしれない。最後の最後に敗北するのはどちらか。今渡るとしてよ。プレッシャー。止められたか。いや死ぬから。貴様は今生死を俺につかまれている。こんな時に笑みを。恐怖のあまり気でも違ったか。あのな、こうやって腕を組んで目を閉じる笑いは勝利の笑いだぜ。弟子にし、おめえの敗因はやはり2000年間ぐっすりと眠り込んでいたことだな。敗因？敗因だと？おや、わからない。おめえは俺の心の中がわからない。そしてお前は自分がすでに負けているのがわからない。俺の上を行ったつもりでもそのさらに上を俺が行ってたのよ。人間はな、2000年間少しずつ進歩してきたということだ。つまんないことだが、18世紀から19世紀にかけて手品や技術も随分エンターテイメントとして発展したんだ。俺非常に好きなのよ。騙しの手品が！切断したはずの、まさか糸が。ロープマジック成功。俺は糸を切断されても大丈夫なようにトリックを使って結界を張っていた。簡単な手品だ。貴様の次のセリフは、貧弱な波紋より先に俺の欠陥心をぶち込んでくれるだ。貧弱な波紋より先に俺の欠陥心をぶち込んでくれる。くめ、波紋オーバードライブのビート。君は精神的にはその男に勝っていたぞ。早い。なんだこの速さは。よく見たな。やれやれ、趣味の悪い時計だったな。
だがそんなこともう気にする必要はない。もっと趣味が悪くなるんだからな。顔面の形の方が。時間でも止められたみたいに早すぎる。ファイルは嘘をつかない 100% の真実だ。今なんつった？聞こえなかったか？お前のその髪型な、自分ではかっこいいと思ってるようだけど全然似合ってないよ。その頭、小汚い野鳥になら住処として気に入ってもらえるかもな、ジョスケ。ひょっとしてだけど、ヘブンズドア勝ったな。あげた。うわっ！なんだ？はい。確かに原稿を目を開けさせ、しっかりと見せたのに。とどめだ！帝王はこのディアボルだ！依然変わりなく！ジョルノ！待ってミスター！砕けたところから覗いているものは、あれはまさか！これは。何を見ているんだ。頭をぶち割ってやったんだ。脳みそが流れ出てくるところを見てるはずじゃないのか。中から出てきたのは、これは脳みそじゃない。これはバカだ。しかも矢がこいつの腕に吸い付いて、矢がやばい。とどめだ、ジョルノ・ジョバーナ。俺は真実を見ているのか。俺は今何かの間違いを見ている。俺は頭を砕かれたジョルノの死体を見ているはずなのだ。生き残るのはこの世の真実だけだ。真実から出た誠の行動は決して滅びはしない。仲間たちは死んでいったが、その行動や意志は滅んでいない。彼らがこの矢を僕に手渡してくれたんだ。そしてお前の行動が真実から出たものなのか、それとも上っ面だけの邪悪から出たものなのか、それはこれからわかる。二進法だよ。1と0だけの二進法。僕が計算したらしい。お姉ちゃんなら正確にプリントアウトできる。お姉ちゃんが記憶するプリンターなんだ。ストーブリー無心法なんだ。全てのものを数字で表すことができる。お姉ちゃんの意図で1と0を正確に書けば、ストーフリーがデジタルで表現するプリンターになるんだ。敵と考えていいのか。お前敵なんだ。くっ、何言ってんだ。見えてるわけがない。さあ打ち
殺され、ありがとう。つまり敵でいいんだよ。お前は。一体何が起こってるんだ。ミュウミュウ主任が人質に取られたぞ。エポリオ、あんたと私のジェイルハウスロックを無効にさせたの。大丈夫。じゃあ私行くわ。前のことはここから。